フェラーリ P シリーズは、イタリアの自動車メーカーのフェラーリが1960年代から1970年代にかけて製造したプロトタイプレーシングカーである。P は、プロトーティポイコールプロトタイプを意味する。ここでは、スクーデリアフェラーリの活動の中心となった、いわゆるワークスカーについて記述する。P シリーズの生産台数は、250P の0810から、 最後のワークスカーになった 312PB の0898までと 512S として生産された25台を含めても70台に満たない。フェラーリの P シリーズは車体番号の末尾が必ず偶数になっている。これは g t 系の車体番号の末尾が奇数になっているのとともに当時のフェラーリの伝統だと考えられる。また、 フェラーリのプロトタイプスポーツの車体番号は製造された順に与えられる。新しいモデルの車体番号が前年型より番号が古かったり、同じモデルでも1号車より若い番号の車が後に完成している場合がある。さらに事故で廃車扱いにされ部品取りに使用されたり、改装され、次世代のマシンとなった車も多いが、当時のフェラーリはイタリアの零細自動車メーカーであり、 慢性的な資金不足のため、市販車を売って、レースの活動を資金にしたという活動の現れである。国際自動車連盟の国際スポーツ委員会は、1962年から、ワールドスポーツカーチャンピオンシップを GT クラスにのみ与えることを決定した。これに対し当時世界三大レースの一つに、数えられていた、ルマン24時間レースの主催者フランス西部。 自動車クラブは大いに不満を表明した。その言い分は、GT は、スポーツに比べて明らかにスピードが遅く、レースとしての興味が薄れ、工業として成り立たなくなり、存続が危ぶまれるというものだった。結局 ACEO は CSI に強く働きかけ、1962年シーズンも、スポーツをプロトタイプ、または、エクスペリメンタルとして出場させてしまった。 これを知った各耐久レースの主催者もそれに、奈良 ACO と同様の措置を取った。CSI は結局これらのレース主催者からの圧力に屈して、1963年からプロトタイプ、またはエクスペリメンタルを正式なカテゴリーとして取り上げ、ここに GT プロトタイプが生まれた。GT プロトタイプは、年間最低生産台数の規定がないこと。 ウィンドスクリーンの高さが20センチメートル以上であることを除けば、ほぼ GT の規格に準じており、自動車としての最低限の居住性、対抗性、視界を備えていれば、GT の規格の中で高度なレーシングマシーンを製作することは、当時の高性能スポーツカーメーカーであれば、どのメーカーでも可能なレギュレーションとなった。チャンピオンシップのポイントそのものは、 プロトタイプカーには与えられなかったが、以後耐久レースで優勝争いをするのはこのカテゴリーの参戦者となった。250P は1963年に製造された。開発は62年の後半から始まり、当時の主力レース車両だった 250TR をミッドシップ化することから始められた。ベースとなったのは1961年に開発された。 フェラーリ初のミッドシップスポーツ D の 246SP で多高感を溶接で組み合わせたスペースフレームに 250TR の60度 V 型12気筒サイチェシー3.0リットルドライサンプエンジンを搭載していた。スタイリングはピニファリーナで運転席の後方に1962年のルマン24時間レースで優勝した 330LM とコンセプトを 同じくするロールバーを持っていた。サスペンションは D の 246SP をほぼそのまま受け継いだ。前後輪ともダブルウィッシュボーンにコイル、ダンパーの組み合わせ、前後ともアンチロールバーを備える。ブレーキはダンロップ製のソリッドディスクブレーキで、フロントはアウトボード、リアはインボードにマウントされていた。ホイールベースは 2400mm で、 車両重量は 760kg と発表されていた。250P は全部で4台生産され、セブリング12時間、ルマン24時間で優勝して、1963年の製造者チャンピオンになった。翌1964年には4台ともボディはそのままで排気量を大きくしたエンジンを搭載された。275。 330P は1964年の耐久レース用に開発された。なお、275、330はエンジンの排気量の違いだけで、車体の違いはほとんどない。これは1963年のルマン24時間レースの前にフォードからの買収劇の決裂によって、1964年からフォードチームが 耐久選手権に参戦してくることが確実だったため、エンツが自分のマシンにモアパワーを求めた結果だと言われる。275、330P は1963年に成功を収めた 250P を踏襲している。大きく変わったのはボディスタイルでフロントのウィンドスクリーンの形状やピラー角、エンジンフードのテール部分の跳ね上げが大きくなったこと、さらに太くなった。 リアタイヤを収めるためにエンジンカウルのフェンダー部分が膨らみ、それに伴ってエアインテークの 275P は3.3リットル、330P は4.0リットルの排気量を持ち、330P は 275P より約50馬力最高出力が大きかったが、テクニカルなコースでは 275P がドライバーに好まれるケースが多かった。これは百三十。 p の方が約 30kg 重かったこと、それによりハンドリングが 275P の方が良好だったことが理由である。275P はセブリング12時間、ニュルブルクリンク 1000km、ルマン24時間レースで優勝したが、330P の方はノンチャンピオンシップ戦で優勝している。275 330P のシャーシナンバー0824は、翌年、4.24リットルエンジンを搭載され 365P へと改造され、スクーデリアフィリピネッティへ供給された。0824は、その後いくつかのレースに出場したが、1965年のモンツァ1000キロメートルでクラッシュし、廃車扱いにされたが、後年、デビッド・パイパーの手により再生され、ヒストリックレースなどに登場している。 フェラーリ 250LM、フェラーリ 250LM も、参照 250P の派生型で 250LM と、呼ばれる車種も存在する。250LM は 250P のシャーシフレームに、2 5 0 g t 系のエンジンとクラッシュパッド付けの内装と、ルーフを付け、ダブルウィッシュボーンの独立サスペンション、ラックピニオン式ステアリング、前後輪、ディスクブレーキを装備していた。 ボディのデザインはピニファリーナであった。1963年10月発表され、そのほとんどはプライベートのレースユーザーへ販売された。当時の価格はマラネロ渡しで975万リラだった。65年の耐久レースにはフォード GT40 に対抗するべくプロトタイプクラスへ的を絞って戦うべく熟成された。フェラーリワークスとしてレースには使用されなかったが、 1965年のルマン24時間レースでの総合優勝など、プライベーターに使用されたフェラーリとしては、最も優秀な成績を残した。フェラーリのプロトタイプカーとしては、最も長く現役で、レースに出場した。32台が生産されたが、最初の1台だけが250エンジンで、その後のものは275エンジン。 プロトタイプの LM はその後の量産型 LM には採用されなかった数々の特徴を持っていた。外観は GTO64 と同じカットオフルーフにウィング状の整流板を備え、リアブレーキのエアダクトは小さく横向きに開けられていた。マフラーの取り出しもリアカウルから突き出した形状であった。また湾曲の大きいウィンドシールドに対応するためワイパーが逆端デム型になっていた。 レースには使用されずロードカーとして使用された LM も数台あった。LM は右ハンドルが標準だったが、32台のうち3台は左ハンドルで製作されていた。当時フェラーリはプロトタイプクラスに毎年新型マシンを送り出しており、LM は本来 250GT 系の後継 GT カーとして開発された。LM の車体番号の末尾が、 すべて奇数なのはそのためである。しかし連続する12ヶ月間に100台以上生産しなければならない GT クラスの規定に対し、当時のフェラーリには生産能力がなく GT クラスのホモロゲーションが取れずプロトタイプクラスでのエントリーになってしまったという経緯がある。そのため、排気量では不利になるプロトタイプクラスでの戦いを余儀なくされた悲運のマシンである。 1965年ノルマン24時間レースでは、ワークスの 330P2 が全滅し、ノースアメリカンレーシングチームからエントリーした 250LM が優勝した。ルマンの連続優勝記録を伸ばしたことで、かろうじて、フェラーリチームはその面目を保ったが、1965年以後、フェラーリがルマンで優勝することはなかったのだから、レース前に、 この 250LM が出場することの重大さに気づいた者は誰もいなかった。フェラーリ 330P に1964年のルマン24時間レースでフォード GT40 の速さに脅威を感じたフェラーリは1965年用に 275-330P を全面的に改良した。それが P2 である。十五三百三十 p には 排気量以外大きな違いはなく、この時代のフェラーリは出場レースによってエンジンを使い分けていたため、その時の搭載エンジンによって275-330と呼ばれていた。ここでは単に P2 と表記する。エンジンは 275-330P のサイチェシーからスーパーテスタロッサ以来の DOHC に変更された。スペックは60度。 V 型12気筒 DOHC で、同弁は、チェーン駆動にバルブであった。排気量は、前年の3.3、4.0リットルと変更なかった。点火系は、バッテリー点火のままだったが、点火プラグが2個に増やされた。燃料供給は、ウェーバー製キャブレターのままだったが、吸入口径が拡大された 40DCN2 を6機採用した。圧縮比は3.3。 4.0ともに9.8、1で最高出力は3.3リットルが350馬力、8500rpm、4.0リットルが410馬力、8200rpm と向上した。クラッチは前型と変わらず変速機の最後部に搭載されていた。トランスミッション、駆動系には大きな変更はなかった。シャーシは、 それまでの多交感を溶接して組まれたスペースフレームからフェラーリの F1 マシンと同じパイプで組まれたセンターセクションにアルミパネルをリベット止めする工法で組まれたセミモノコックへと変更されたフロントサスペンションは P と変わりなかったが太くなったリアタイヤのためリアサスペンションは下位らのフィードバックで上部はアイアーム下部は逆 A アーム これにそれぞれラジアスアームがついた。さらにジオメトリーもキャンバー変化が少なくされた。ブレーキは P と変わらず、フロントはアウトボード、リアはインボードにマウントされていたが、ブレーキディスクがソリッドからベンチレーテッドに変更された。ホイールはそれまでのボラーニ製のワイヤースポーク、アルミリムからフェラーリ自社製のマグネシウム合金製へと変更された。リム幅はフロントが8イン。 ボディスタイルはオープンルーフのスパイダーが標準で、この P2 から風洞実験と実際の走行試験の結果、デザインが決定された。ウエストラインは 275-330P より低くされ、前後のフェンダーが大きく張り出すスタイルになった。ノーズはリフトを抑えるため地面に近づけられた。さらに高速時のダウンフォースを得るために別体式のリアスポイラーが与えられた。 P2 は、セブリング12時間、モンツァ 1000km、タルガフローリオで優勝した。1965年のルマンでは、3台出場したが、すべてリタイアした。ハードなブレーキングと長いストレートでの長時間、冷却が繰り返された結果、P2 から採用された、リアブレーキのベンチレーテッドディスクローターに、クラックが入り、エンジンブレーキを多用せざるを得なくなった結果、駆動系やエンジンに、 深刻な悪影響が及んでいた。その結果、エンジンのオーバーレブによるバルブ破損とクラッチ破損からギアボックスのトラブルに至り、リタイアとなった。なお、ルマンにだけ、クーペボディの P2 がエントリーしていた。365P2 は、フェラーリがワークスチームのバックアップ用として、プライベートチーム用に開発、供給したレース車両である。 1965年に 275-330-P2 として製造されたシャーシノー0838は 275-330-P2 としては使用されず、プライベートチームのノースアメリカンレーシングチームへ 365-P2 として供給された。2 7 5 330P2 からの変更点は、エンジンが 330P2 の4 0ル d o h c から、330P で使われていた4 0、L、サ再チェシーを、ボアアップした4 4ルエンジンを採用していた。キャブレターは、ウェーバーの 42DCN2 を6機搭載し、最高出力は380馬力 7300rpm を発生した。 1965年シーズン後、4台残った P2 も3台が 365P2 へと変更され、プライベーターへ供給された。1966年には、レギュレーションの変更に伴い、1965年に 365P2 へ変更された4台は、すべて 365P2、3へと進化した。変更点は、ウィンドスクリーンを、 P3 に似た半球状へ変更、ボディワークも新しいレギュレーションに適合したものに改良された。駆動系はギアボックスが ZF 製の5速へ変更、さらにタイヤのワイド化に対応してサスペンションにも改良がされた。ブレーキは P3 と同じくダンロップ製からガーリング製へ変更された。さらにルマンでは0838が ロングテール仕様のボディに改造された。なお、シャーシナンバー0838は、プロトタイプカーとして3年連続ルマンに出場している。フェラーリ3 3 0 p 3 9 6 6年、330P3 が投入された。エンジンは 330P2 から発展した、チェーン駆動の DOHC バンク角60度の V 型12気筒で、 イグニッションは1シリンダーあたりに2本の点火プラグを持つ二重点火方式、さらに圧縮比が10.5まで高められた。燃料供給は、ルーカス製の燃料噴射を採用。これにより以前のキャブレター使用よりも最高出力、最大トルクともに増大した。点火系は他社がトランジスター点火へ移行しつつある中、P2 と同じくバッテリー点火のままであった。 変速機は当時イタリア全土を巻き込んだ労働ストライキのためフェラーリ自社製のギアボックスが間に合わず ZF 製のトランスアクスルを採用した。またこれに伴いクラッチをそれまでの変速機後端から通常のエンジンと変速機の間へ移動した。ブレーキは P2 のダンロップ製からガーリング製へと変更されたがリアブレーキの搭載位置は変更されなかった。 ボディはカロッツェリアスポーツカーズ車製のいわゆるドローゴボディを採用した。この年のレギュレーション変更に伴い、フロントウィンドシールドの最低高が90センチメートルに下げられたのが、車体の低さに貢献した。車両重量は P2 から約 100kg の軽量化に成功し、レギュレーションの最低重量である 700kg をわずかに上回る 720kg を達成した。 ボディの材質はアルミ合金でドアパネルが FRP 製。この P3 からデュアルヘッドランプを採用した。フェラーリのワークスチームはこの 330P3 を走らせたが、プライベートチームにはサイチェシー、単偵化、キャブレター仕様の 4.4L エンジンを搭載した P23 を供給した。この年の 330P3 は、 月に見放されていたと言って良いほど不運だった。労働葬儀のため、本来の定数が、ルマンの直前で3台しか揃わなかった上、シェイクダウンに十分な時間が取れず、ミッションやブレーキの煮詰めができなかった。さらに、ライバルであったフォードチームほど結束が強くなかった、ことなどが挙げられる。モンツァとスパでは優勝できたが、それまで連勝してきたルマン24時間レースでは、 フォード GT40M2 に優勝を許してしまい、P3P2、3と共に全車リタイヤの浮き目を見ている。412P08442007 年のグッドウッドフェスティバルオブスピードにて 412P0844、アットザ2007年のグッドウッドフェスティバルオブスピードにて 412P は 330P4 のバックアップ用として、 プライベートチームへ供給したレース用車両である。開発初期に P3、4と呼ばれた、この車は P4 とほぼ同じボディを持ち、エンジンは P3 と同じ仕様で、燃料供給がルーカス車製の燃料噴射装置から、ウェイバーのキャブレター仕様に変更されている。またギアボックスは、ZF 製、駆動系、ブレーキ、ホイールは P3 のものを採用していた。 67年になってから P3、4は 412P と命名された。前年ノルマンでフォードによる物量作戦を目の当たりにしたフェラーリは、1967年用の 330P4 のバックアップをプライベートチームの 412P と3 6 5 p に3に担わせた。412P は4台製造されたが、 そのうち2台は1966年に使用された P3 のシャーシを改装して製作された。しかし、1967年シーズン中にフェラーリ自社製のギアボックスへの換装とカンパニョーロ製の星型ホイールを採用といった紹介量を重ねた結果、ボディ外観の一部とエンジン以外、本物の P4 と見分けがつかなくなってしまった。大きく違うのは P3、4が ワイパーの付け根にブレーキクラッチのマスターシリンダーがあるためその部分に箱状の出っ張りがある残り2台の心臓 412P は労働葬儀で制作が遅れ1966年のルマンに間に合わなかった本来 P3 として完成するはずだったシャーシを使用して制作された 330P4 は1966年の ルマン24時間レースで大敗を喫した屈辱を晴らすため開発された。当初、フェラーリはライバルのフォード GT40 に対抗するため排気量を上げるのではないかと予想されたが、フェラーリのエンジニアたちは4リットルのエンジンに手を入れるだけで重量増加なく良い結果が得られると考えた。実際には、後のキャンアムに使用された350イコール4.2リットル使用エンジンも、 設計されていた。シリンダーブロックシリンダーヘッドは新設計となり、旧機に排気位置の3バルブを採用した。点火は P3 と同じくバッテリー点火による二重点火だが、点火プラグのネジ径が 12mm から 10mm へ変更された。ギアボックスはいくつか欠点のあった ZF 製からフェラーリ自社製のギアボックスへ変更された。リアブレーキは P3 のインボードから冷却効率の向上を狙ってホイール内へ移動しアウトボードマウントとなった。1965年ノルマンで 330P2 のリアブレーキディスクにクラックが多発した問題にここに至ってようやく対策が取られディスクローターにスタッドを通す方法を採用し迅速に交換ができる要整備性の向上が図られた。ホイールは 新しいファイアストーンのレーシングタイヤを装着するために、カンパニオーロ社のエレクトロン製星型のホイールが採用された。ボディはそれまでの P シリーズ同様、軽量化のためルーフをなくしたスパイダーと、高速サーキット用のベルリネッタが用意された。1966年の秋、3台製作された 330P3 の1台を改装して 330P4 の1台目が完成し、 残りの2台は 412P へ改装された。P4 は最初の P3 からのコンバートを含め全部で4台製造された。1966年の12月、翌年のデートな24時間レースに備えフロリダのサーキットでテストが行われた。この時のラップタイムはそれまでフォード GTM2 が持っていたコースレコードを塗り替えてしまった。これがフォード側には 脅威となり、後に GT Mark IIB を開発、さらにテストタイプだった J カーの改良系を M4 としてデビューさせることとなった。1967年のデートな24時間レースでは、フォード GT Mark IIB が駆動系のトラブルで次々と脱落していく中、P4 が1位、P4 が2位、412P が3位に入った。 24時間目のゴールラインを通過する際、1から3位のフェラーリが横一列に並びフォードの地元、アメリカのサーキットで1点に3フィニッシュを決め、前年のルマン24時間レースでの雪辱を果たした形になった。続く、セブリング12時間レースでは、ルマンのテストデーに備えるためという理由で、フェラーリチームは不参加。そのため、マーク4をデビューさせたフォードは、 ライバル不在のまま勝利を収めた。次のモンザ 1000km では P4 が優勝、続くスパ 1000km ではミラージュフォードが優勝した。続くタルガフローリオでは1から3位をポルシェが占めた。4月のルマンのテストデー以降、P4 とフォード GT マーク4は顔を合わせておらず、ルマンで CU を決することになった。ルマン24時間レースは片やアメリカの大メーカー。 片やイタリアの昇降坊の全面対決となった。人用はフォードがマーク4を4台、対するフェラーリも P4 を4台投入という、真っ向勝負となった。予選は、フェラーリ勢が無理を避けたため2位のシャパラル以外1から6位をフォード勢が占めた。トップのブルース・マクラーレン、マークダナヒュー組のマーク4と、フェラーリ勢トップのルドビコスカルフォッティ、マイク・パークス組の P4 とでは、 予選タイムで4秒以上の差があった。予選時、マーク4の何台かが、フロントガラスが破損するトラブルが発生している。また P4 も、0860がクラッシュし参戦が、危ぶまれたが、本戦までに修復された。本戦の序盤は、マーク4が上位を占め、フォード優位で進んだ。回復時間後、クリスエーモンのドライブする、P4 スパイダー、0846が、トラブルで、 ピットへ戻る途中火災が発生しリタイアした。レースが後半に差し掛かった頃、マーク4とマーク IIB が、クラッシュ、リタイアした。この時点で1位は、AJ ホイとダンガーニー組のマーク4、2位が、スカルフォッティ、パークス組の P4、3位がシャパラル、4位が、メアレーゼ、ブーリーズ組の P4 となっていた。その後、シャパラルがリタイアし、1位マーク4。 2から3位が P4 という形で終盤を迎えるが、結局 P4 はマーク4を捉えることができずそのままゴール、フェラーリは優勝を逃してしまう結果となった。実際のラップタイムでは P4 がテストデーで出したベストタイムよりマーク4のファーストストラップは3秒近く早かったし、最高速度に至ってはマーク4は P4 より 時速 30km 近く速かったと記録されている。フォードチームはこの年のルマンに勝つことだけを目標にしており、これ以後の耐久レースに顔を出すことはなかった。その後、ブランズハッチの BOAC500 に出場、クリス・エーモン、ジャッキー・スチュワート組の P4 が2位に入賞して、ポルシェを下し、フェラーリはワールドチャンピオンシップのタイトルを獲得した。なお、 1967年いっで3リットル以上のスポーツプロトタイプが禁止となり、P4 やフォード GT、シャパラルなど大廃棄量スポーツカーはキャンアムへその活動の場を移すこととなる。1967年のルマンに出場した4台以外にスペアパーツを用いて製作された P4 が1台存在する。これはファクトリー製ではない。 イギリス製のレプリカシャーシフレームにスペアパーツを組み付ける形で制作された。ボディはスパイダーで全部のエアインテークが2つなので、1967年の最終戦の時に使用されたものと同仕様である。完成時は車体色がレッドだったが、その後グリーンに塗り替えられた。この0900の制作にあたって、1967年の ルマン24時間レースで炎上した0846のパーツが多数使われたとする資料がある。また、複製部品も多数使用されているため、オリジナルの P4 とは異なる箇所も多い。この複製 P4 は、デビッド・パイパーが0858の売買に関与した際、この P4 についていた大量のスペアパーツを入手、フェラーリのファクトリーから借り出した図面をもとに、 イギリスでレプリカシャーシを製作し、後年エンツオフェラーリから特別に車体番号の使用を認められ、パイパーはこの0900をヒストリックレースに使用したが、1990年には日本の TI サーキット間のオープニングイベントにその姿を表している。また、デビッド・パイパーは同様のレプリカ P4 を何台か製作しているが、 0900を含め少なくとも3台のレプリカ P4 があることが確認されている。350P はキャンアム用に改造された 330P4 で、シャーシナンバー0858と0860の2台がある。1967年の耐久選手権の後、フェラーリワークスとして1967年のキャンアムに参戦、この年3レースを戦う。エンジンは、 P4 の設計時に開発されていた350、エンジンを搭載し、ボディの一部を取り去って軽量化し、キャンアムへ挑んだがこれといった戦績は残していない。0860は、翌1968年にも2 0 0 0キャンアムに、出場しているが、第1戦、ロード・オブ・アメリカでは13位、第2戦、ブリッジ・ハンプトンでは24位と全く良い、ところがなかった。当時キャンアムで活躍していた。 マクラーレンやローラのマシンは6から7リットルの排気量を持っていたのに対し4.2リットルの改造マシンでは刃が立たないことを痛感したフェラーリチームは1968年シーズンのために 612P を開発することになる。612P は1968年のキャンアム3専用に開発された。製造は2台予定されていたが完成したのは1台のみで シャーシナンバー0866が確認されている。なお、この0866の製作にあたって、1967年のルーマンで炎上し、廃車扱いになった 330P40846 の部品が多数使われた。612P として完成しなかった0864は、その後、ピニファリーナモデューロとして一般に公開された。シャーシは P4 と同じ構成の エアロと呼ばれた、フェラーリ伝統のセミモノコック、エンジンは60度、V 型12気筒4バルブで、フェラーリとしては、最大の6.2リットルという排気量を持っていた。この新設計の6.2リットルエンジンは、ボアストロークが92ミリメートル78ミリメートルで 6221cc から620馬力、7000rpm を発生した。ミッションは P4 のものを強化した。 フェラーリ自社製の5速リバース。このマシンの特徴は、車体の中央の高部に取り付けられた大型のウィングで、運転席のスイッチにより、油圧作動で角度を変えることができた。さらに、フロントノーズのエアアウトレットに取り付けられたカバー状のパネルは、ブレーキ操作により起き上がり、エアブレーキの役目を果たした。ボッティは、自社デザインで、アルミ製であった。 フェラーリは1968年の開幕戦に向けて製造を急いだが実際のレースに間に合ったのが最終戦のラスベガスと大幅に遅れた。レースではスタート直後の多重クラッシュに巻き込まれコースアウトその際にエンジンが吸い込んだ砂のためインジェクショントラブルでリタイアしている。よ1969年には1968年型の特徴であった。 中央部のウィングを廃止した。ただしシーズン半ばで復活させ、車体後部に移設、リアホイールのアップライトにステーがマウントされた。ボディ周りのデザイン変更により、マシンはコンパクト化され、100kg ほど軽量化された。エンジンは最高出力が6 6 0 h p へ強化され、さらにシーズン途中で 6781cc エンジンが投入された。 この年のフェラーリーチームは、耐久選手権と会一に、資金、人員とも出し尽くしており、キャンアムへワークス参戦する余裕は皆無であった。そこで 612P のドライバーであったクリス・エイモンが、自ら資金調達をして、チームを運営、マシンはフェラーリから借り受ける形で、キャンアムへの参戦となった。そのため、シーズン後半では、資金難に陥ることになった。なお、 612P へパーツ取りに使われた 330P4 をルマンで炎上させたのはクリス・エーモンであり、この車との因縁が伺える。1969年シーズンは第3戦、第4戦、第5戦で、それぞれ3位、2位、3位に入賞しているが、第6戦第8戦はリタイアに終わっている。シーズン後半で6.9リットルエンジンを搭載した712。 p を投入するが、712p になってからはすべて、リタイアしている。1970年に、0866は 512s のエンジンを、搭載され 512p として、プライベーターからキャンアムに、出場、参戦を戦い、第8戦ドニーブルックスでは4位に入賞したが、その後はすべて、リタイアとなった。なお、p のシャーシボディを縮小する形で、用し、 作られたのが1969年の耐久シリーズを戦うことになる 312P である。1971年のキャノアム選手権用に開発されたマシンで 612P の改良型ではなく 512S のシャーシナンバーワン010をキャノアム仕様のオープンボディに改造し7.0リットルエンジンを搭載したマシンである。第四戦のワトキンズグレンに登場し、 予選5位、決勝4位と検討したが、なぜか、その後1971年のキャンアムに出場することはなかった。翌1972年には、NART から2000出場。第3戦のラグナセカでは10位、第5戦のエルカハート・レイクでは4位に入賞している。さらに、翌1973年には、同じく、NART から第3戦。 ワットキンズ・グレンに参戦しているが、リタイアに終わっている。1969年にウルブルクリング 1000km での 312P1968 年のレギュレーション変更に、伴い、スポーツプロトタイプクラスへの参戦を1年見送った。フェラーリは、1969年シーズン用に 312P を送り出した。FIACSI は、1968年の、 レギュレーション変更で急激に上がったスピードを抑制するという理由でヨーロッパのサーキットからフォード GT 等一連の大排気量プロトタイプカーを締め出すことに成功したが唯一それらと渡り合っていたフェラーリ P4 や 412P をも締め出す結果になったこの決定に激怒したエンツオフェラーリは1968年以後 うちの車を耐久選手権には出場させないと発表した。だが実際には P4 を CAN-AM に出場させたり、その後 612P を開発するなど、フェラーリチームが耐久レースから手を引いたとは誰の目にも見えなかった。大方の予想通り、1968年12月に、フェラーリは1969年シーズンから耐久レースに復帰すると発表し、 同時に 312P を公開した。312P のシャーシはは 330P4 とほぼ同じ構成の一部交換フレームに一部モノコックフレームを組み合わせ、サスペンションも P4 と同様のフロント、ダブル、ギアボックスも下位位置からの流用で、フェラーリ自社製の5速リバース。燃料供給は P4 と同じく、ルーカス社製の機械式燃料噴射装置だったが、 P4 とは違い単転化でディノプレックスと呼ばれるトランジスタ転化装置を採用していた。ボディはオープンのいわゆるキャン・アムスタイルでユ一ツルマンにだけクーペボディが使われた。ラジエーターは P4 までのフロントではなくリアウィング内の左右にラジエーターを搭載して全面投影面積の軽減を図っている。また冷却用のダクトはフロントフェンダーないから ドアの上部を通して、後部のラジエーターを冷却していた。312P は、非常に短期間で開発されたが、そのベースになったのは、キャンアム用の 612P であり、612P を縮小することで、その設計を流用した。また、ルマンのレース時、トランスミッションは、下位ベースのものから、前々年、P4 で使用したものへと変更された。 車両重量は 680kg と発表されていたがライバルであったポルシェ908の 630kg に比べるとあまりアドバンテージがあるとは言えなかった 312P は3台製造されたシャーシナンバー0868-0870-0872が確認されている 312P のデビューは1969年2月の デートな24時間を予定していたが、1月のテスト中にクラッシュし、出場を見送ることになった。実質の初レースは、同年3月のセブリング12時間で、終盤のオーバーヒート修理のために2位でレースを終えている。4月の BOAC500 マイルでは、終盤のトラブルで4位入賞にとどまった。次のモンザ 1000km では、0870も完成し、 312P 発の2、カーエントリーとなった。このレースで0868はストレートを走行中にリアカウルが吹き飛びガードレールにクラッシュ、リタイアした。0870もエンジントラブルでリタイアし、地元でのレースは良いところがなかった。その後、スパフランコル・シャンデニーに入賞した。ルマンから0872が投入されたが、2台ともリタイアしている。ルマンの後、 312P は耐久レースに出場することなくシーズンを終えた。翌1970年5.0リットルの 512S に主力が移行したため、2台ともナートに売却され、デートナ・セブリング・ルマンに限りレースに出場した。1台目の0868はモンチャでクラッシュした後、ショーカー 512S ベルリネッタスペチアーレとして再生された。 1970年ニュルブルクリンク 1000km レースでのフェラーリ 512S1969 年グループ4規定の最低生産台数が50台から25台に引き下げられたことによりグループ6の排気量3リットルよりグループ4の排気量5リットルの方がレースにおいて有利なのは明白であったこの変更で最も先手を打ったのがポルシェ917で 1969年のシーズン前に25台を生産し、グループ4のホモロゲートを取ってしまった。1969年シーズンを通して最も早かったのは熟成なったポルシェ908であった。1970年、フェラーリは 512S を送り出した。512S の全体の設計は 312P と同じくベースを 612P とし、 約5ヶ月で1号車を完成させている。シャーシュは一部モノコックに一部交換スペースフレームを組み合わせたエアロと呼ばれるセミモノコック。サスペンションはフロントがダブルウィッシュボーンリアは4リンクサスペンションを持つ。エンジンは60度、V 型12気筒 DOHC4 バルブ 4994cc から 550hp、8500rpm を発生した。 トランスミッションはフェラーリ自社製の5段を採用している。ボディは通常のベルリネットの他にスパイダートルマンなどのレースに使われたロングテール仕様がある。1969年11月初めに1号車の1004が完成。翌1970年1月にグループ4のホモロゲーションを取得するべく製作が続けられたが、当時依然として 労働葬儀がイタリアを騒がしていたため、生産が大幅に遅れた。1970年1月に FIA の係官がマラネットを訪れた時に、完成していたのは17台だけで、残りの8台は出来上がっていた部品を見せてなんとか、しのいだという状況だった。その結果、グループ4の認可が降りたのは、512S のデビューとなる1月31日。 デートナ24時間レースの予選当日という非常に際どいものだった。車体番号は1002から1050で25台製造されたうちの9台はスクーデリアフェラーリがワークス用に使い残りの16台はプライベーターへ売却された。デートナには5台の 512S がエントリーしていた。ワークスが3台、プライベーターが2台であったがワークスの1026が 終盤917に抜かれ惜しくも3位になった。シーズン第2戦、ワークスの1026が、セブリング12時間レースで優勝し、このシーズンの好調さを期待させた。続く BOAC1000km では5位、モンツァ 1000km では優勝は逃したものの2から4位に、入賞、タルガフローリオでは、ライバルのポルシェが3リットルの908、デーサンデでドム中、 大廃棄量というハンデを乗り越え3位に入賞。スパフラン・コルシャン 1000km では2位4位入賞。ニュルブルクリング 1000km ではポルシェ908-03に対して3.4位に入賞した。このニュルブルクリングでチャンピオンはポルシェに決定していたが、続くルマンはフェラーリにとってチャンピオンシップ以上に価値があるものだったらしく、実に11台もの 512S がエントリーしていた。 そのうちワークスは4台で、すべてロングテール仕様のベルリネッタを採用。その結果最高速度は、時速 15km ほど向上したが、車両重量が 40kg ほど重くなってしまった。レースは、半ばまでに、ワークスの4台はすべてリタヤ、プライベーターの NART のマシンが4位、エキュリー・フランコルシャンのマシンが5位入賞に止まった。 続くワットキンズグレン6時間には3台出場し、1台が5位入賞。その翌日、同じくワットキンズグレンで開催されたキャンアムに出場した 512S は大排気量のマシンを相手に5位に入賞している。この年の最終戦には改良型の 512M のプロトタイプというべきマシンが2台出場しているが、結果は7位に終わっている。512S は 急増のマシンにしては早かったし、安定もしていたが、ライバルのポルシェ917に比べ、明らかに燃費が悪かった。さらにピット作業の不手際で、失ったレースも多い上、ポルシェチームはレースごとに新車を使用していたため917が確実に熟成されたのに比べ、512S は、ほとんど改良されなかったことが、ポルシェにチャンピオンをもたらしてしまった理由である。 1971年ニュルブルクリング 1000km での 512M1970 年の耐久選手権で 512S はライバルより競争力がないことは誰の目にも明らかだった。そこでフェラーリはルマンの終了後1971年のシーズンに向けて 512S を改良した。改良された1971年型のマシンは マダファケイタの M を取って 512M と呼ばれた。512M はすべて 512S からのコンバートで製作されているが、その改造箇所はフレームのパイプ系の変更にまで至っており、ほぼ新車といっても良いレベルで製作された。512S から大きく変わったのはボディワークで、その製作にはライバルのポルシェの地元シュトゥットガルト工科大学の風洞施設を用いて決定された。 まずノーズ下に収められていたスペアタイヤをエンジンコ部へ移動、ノーズの形状を低いウェジシェープにした。リアカウルの形状も後部にかけ緩やかに高くなる形状へ変更、さらにボディ後端に角度変更ができるフラップが左右に付けられた。ボディはクーペのみである。512S の特徴でもあったルーフに付けられたバックミラーは残された。シャーシは パイプフレームの見直しに始まり、形状の変更、部品のサイズ見直しなど、全体に見直された結果、512S より約 70kg、軽量化された。サスペンションの形状そのものに変更はなく、ジオメトリーの変更に止まった。リアホイールの幅が0.5イン広げられた。エンジンは、吸排気バルブや、カムタイミングの見直しで最高出力が約40馬力、向上した。 ファクトリーでのベンチテストでは、616HP、8600RPM をマークしたと記録されている。1号車は1970年9月に完成し、耐久選手権の最終戦、オーストリア 1000km に出場した。このレースでは、序盤、圧倒的な速さで首位を走行したが、電気系統のトラブルでリタイアしている。さらにこの年の11月、 南アフリカのキャラミック時間レースに2台出場、ポールポジションを獲得したン0 1 0はスタート時に、フライングを犯し1分のペナルティを課せられるも、圧倒的な速さでそのハンデを克服し、2位のポルシェ917に2周差をつけて 512M として初優勝した。FIA は、マシンの高速化と開発費の抑制を理由に、 1972年からのチャンピオンシップを3リットルプロトタイプカーのみに限定すると発表したため5リットルのスポーツカーは1971年シーズンまでの命となってしまった。512M は1970年シーズン終盤に見せた速さからすれば1971年シーズンはポルシェ917の強力なライバルになり得ると思われていたが フェラーリは1972年用3リットルマシン 312PB の開発に専念するため 512M をプライベートチームに委ねることにした。その後、512S は次々と 512M へ改良されワークスで使用されたマシンも含めすべてプライベーターへ売却された。プライベートチームに託された 512M で最も活躍したのが アメリカのロジャー・ペンスキー率いるペンスキーレーシングの1040である。この 512M、1040は1970年に 512S としてキャンアムへ参戦した後ペンスキーへ託され、1971年の耐久レースへ参戦した。1040は 512M 用の改造パーツを用いて、ペンスキーチームでシャーシのリベット1本に至るまで分解され、 再組み立てされ、強度を高められた。ボディーワークはオリジナルをベースに軽量なものが作り直され、オリジナルではリアの左右に配置されたフラップが大型の一枚ウィングに変更されていた。車体は当時ペンスキーチームのメインスポンサーであったサンオイルコーポレーションのチームカラーであるブルーとイエローに塗られていた。エンジンはトラコエンジニアリングの手によって チューニングが施され30馬力ほど最高出力が向上していた。すべての配線と配管は航空機用の材料を使い作り直され、駆動系から足回りまですべて新品部品でリビルドされた結果、他のチームより格段に信頼性が上がり、ワークスポルシェを脅かすほど高い競争力を持った。1 4 8はスクーデリアフィリピネッィへ供給され、1971年の ブエノスアイレス 1000km レースで一時2位を走行、その後トラブルのため7位に止まった。その後マイク・パークスの手により512回へと改装されて1971年のルマン24時間レースに登場している。改装後のテストして出場したバレルンガのローカルレースでは優勝を果たしている。マシンの特徴は低く狭められたキャノピーと中央寄りの着座ポジション。 さらに高速時のダウンホースを狙ったリアウィングなどである。1972年ニュルブルクリング 1000km での 312PB0886、フェラーリ 312PB も参照スクーデリアフェラーリとして最後のワークスカーとなったプロトタイプスポーツカー、またフェラーリが獲得した最後の世界メーカー選手権の優勝車両でもある。1970年の春。 FIA の決定により1972年からの耐久レース世界選手権は3リットルマシンにチャンピオンシップがかけられ、その結果、512S や 512M、ポルシェ917などは締め出される運命にあった。そこでフェラーリは先が1年しかない5リットルマシンに見切りをつけ、新たに3リットルマシンとして 312PB を開発することになった。 312PB の B はボクサーを表しているが、フェラーリの正式な名称ではなく、1969年の 312P と混同を避けるため、B が付いたと言われる。なお、通常ボクサーエンジンは水平対抗エンジンを示すが、312PB のエンジンは一つのクランクピンを向かい合う、ピストンのコネクティングロッドが共用している、構造上180度 V 型と言うべきもので、 水平対抗エンジンではない。エンジンのベースになったのは、1970年から、下位置に登場した312バイトエンジンで、これをでチューンし耐久しようとした。このエンジンの構造上の利点は、重心位置が低いこと、エンジン剛性が高いこと、12気筒としては無類に、摩擦が少ないことが挙げられる。カム駆動は、ギアトレインとなり、高回転に寄与した。反面、 このエンジンは寿命が短く、一レースごとのプリペアがなければ、まともにレースで戦うことができなかったと言われる。燃料噴射装置や点火装置は 312P と全く同様であった。最高出力は 440HP、1800RPM と発表されていた。初期型はエンジンのフロント側に燃料噴射装置や点火用ディストリビューターが取り付けられていたが、 整備性向上のため、1972年型からは、エンジンの髪型に移動された。シャーシは 330P2 から続く、エアロと呼ばれる伝統のセミモノコック、ホイールベースは 2220mm、車両重量は 585kg で 312P より小さく、軽く作られた。サスペンションは、下位一式の前後ダブルウィッシュボーン、ブレーキも回一からの流用で、 ガーリング製のベンチレーテッド、フロントリアともアウトボードにマウントされた。タイヤ、ホイールも回位置と同じフロント13インリア15インを履く。ホイールはカンパニョーロ製のマグネシウム合金製で、リム幅はフロント10イン、リアは15インとなっていた。ボッティは 512M とキャン、アムマシンのデザインを良いところ取りした、フェラーリジ社デザイン、製作は、 トリノのジガーラベルティネッティで開発時はアルミニウム実線形は繊維強化プラスチックで作られた。1971年用の 312PB は3台製作され、1970年12月にモデナで披露された後、1台が南アフリカのキャラミサーキットでシェイクダウンを行った。1971年をマシンの熟成に当てたフェラーリは、 各レースに一台だけエントリーをさせた。312PB は、初レースとなる1971年1月の、ブエノスアイレス 1000km で、イグナツヨーギュンティガートに、ブエノスアイレスでの悲劇と言われるアクシデントで、自己死し、最悪のデビューとなった。1971年は、同じイタリアのアルファロメオの t 十3 t t んが3リットルクラスのライバルとなり、 他の5リットルマシンに混じって、時折1位を走行するも、その耐久性の低さを露呈し、リタイアになるレースが多かった。最高位は、BOAC1000km の2位であった。1972年、312PB は、エンジンの耐久性を高められ、最高出力も 450HP、11000RPM へと向上していた。ギアボックスにも改良が加えられ、 ミッションケースが分割式になり、ギアの交換がミッションを下ろさなくてもできるようになった。レギュレーション変更で最低重量が復活したが、最低重量を下回っていた 312PB は、その重量差を車体の補強へ使用し、シャーシを強化した。ボディ形状も変更され、車体が低められたが、前後ホイールのリムが一員広げられたのに伴い幅が広げられた。 1972年用として6台製造され、さらにシーズン中2台が追加生産され、計8台がシーズンを通して使用された。1972年からチーム体制が変えられ、1台につき専属メカニックが3名、1レースに3台出場させる体制であったが、3台1チームを2チーム編成し、交代で出場させる体制が取られた。これで、 レースに出ていない方のチームは、マラネッロで、マシンの整備に専念することになったが、これにより勝利への体制がより強固になったと言える。前年の熟成期間と、新しいチーム体制が功を奏し、第1戦のブエノスアイレス 1000km から、第8戦ニュルブルクリング 1000km まで全て、優勝。出場しなかったルマン24時間レースを除き、出場した全てのレースで優勝し、 マニファクチャラーズチャンピオンとドライバーズタイトルを獲得した。1973年に向けてフランスのマトラシムカが世界メーカー選手権にフル参戦することを表明 312PEB が出場しなかったルマンで優勝するなどマトラシムカの MS670 バイトは実力もフェラーリ 312PEB と5分と思われた。 312PEB の1973年型として改良された点は、シャーシではホイールベースを 120mm 延長されたこと、タイヤがレースから撤退したファイアストンからグッドイヤーへ変更されたこと、リアブレーキがインボード化され、それに伴いリアサスペンションのロアアームが変更されたことが挙げられる。エンジンは開示での熟成を受け、ボアストロークが F1 と同じ 80-49.6mm になり、総排気量が 2992cc へ、最高出力も 460hp、11000rpm へ向上した。ボディは空力が改められ、ノーズリアカウルの形状が変更された。さらにリアウィングが1972年型より高くされ、エンジンのインダクションポッドが追加された。 1973年のチーム体制は、大株主、フィアットの移行を受け、大幅な予算削減により、使用マシンは5台で心臓はせず、さらにレースの重要度によって、3台と2台を使い分けることになった。シーズン序盤のレースは、第1戦を欠場、第2戦からの3戦であったが、延長されたホイールベースが、アダのアンダーステアが解消できず、第4戦のモンツァ1 0 0 0トルで、 ようやく実力を発揮し優勝した。その後は、マトラチームと、ほぼ互角の戦いを繰り広げたが、ルマンでは、マトラに優勝を許し、その後最終戦、ブエノスアイレス 1000km が、アルゼンチンの正常不安のためキャンセルされた、結果、有効ポイントで勝るマトラにチャンピオンシップを奪われてしまった。1974年に向けて、 フェラーリは 312PB のボディスタイルを一新するなど改良を施したが、1973年以後、312PB がワークスとしてスポーツカーレースに出場することはなかった。出場を取りやめた一番の理由は、大株主であるフィアットからレース予算の大幅削減を求められた結果、会一一本へ絞らざるを得なかったためと言われる。その結果、 1974年以降会1では大躍進することになった。3 1 2 p b は1974年以後、プライベーターからいくつかのレースに参戦している。その後フェラーリは 333SP 等のマシンを制作はしてもワークスとしてスポーツカーレースには参加していない。ありがとうございます。